はい、今ねどこにいるかっていうとオーストラリアのウィーンにいます。ウィーンの、今西駅にいるんですけどね、タクシーは結構ですね日本車が多いです。これはヨーロッパ全土なんか見てみてもね、結構タクシーに関しては、日本車が多い。特にプリウスですね、最近多いのね。最近で言うと4年前に来て、でその前が6年前だったんですけど、その頃から結構プリウスのタクシー走ってるんですけど、こういう感じで見ることができます。前と後ろ、後ろはアルファかな、あれで、リーフなんかもね最近あってね、まあタクシー運転手からすればいわゆるハイブリッドとか電気自動車だったら燃費がいいじゃないですか。で、その中で、やっぱりその利益上げる上ではね、結構そこが重要なところなんです。なので、積極的にこういった燃費のいい車をね、採用してたりするんだけど、日本人としても嬉しいですね。ヨーロッパだとどうしてもやっぱりその自国で、自動車を生産してる国っていうのはやっぱ自国の、車を走ってること多いんだけど、まあそれでもね西欧いろいろ回ってみてみると1割から2割ぐらい日本車、マルタとかアイスランドとか、まあ、結構それ3割とかそのぐらい走ってますし、アイルランドなんかもね、東欧なんか行っても結構多かったりします。なのでまあそういった意味では日本のね、車が乗ってもらったりってなかなか嬉しい感じになるんですけど、こういう感じです。世界で活躍する日本製品。